件いい準備していきましょう。はい、セロワンワン。試合前のバナン。こんにちは、レガテドリブル塾です。今日は初の試合密着企画です。来ました、ついに。これですよ、今まで一度もやったことのない。確かに沖縄県の社会人リーグ SC セリオーレっていうチームに所属してるんですけど、はい、絶好の機会なんですよ今日。っていうのも、はい、今日勝ったチームがリーグ優勝、もうシンプルに優勝と。はい、大事な試合なんですよ今日は。これに勝ったらなんと九州リーグに昇格するかしないかの挑戦権、挑戦権を得られる、を得られるという日なんで、はい、マジで大事な試合なんです。しっかりアップして頑張っていきたいと思います。水、アクエリアス、バナナ、試合前欠かせない、プロテインバー、そしてアミノバイタル各種で、試合後に飲むプロテイン、あ、そう、いっぱい入ってるんですよ。はい、こんな感じ。入ってるのはもうパッて見てわかるように、ユニフォームだけユニフォームだけ省エネ。何でわかった。試合前のバナエネルギーを受けてます。赤が試合に勝つっていう一つの目標を持ってチーム一丸となって頑張っていきましょう。翔也右の、はい、左が竹谷の、はい、フォワードがコク、はい、OK、いい準備していきましょう。はい、セロワンワン。高田初登場です。へー今日の意気込みお願いします。絶対勝ちます、頑張ります。自分がアシストとゴールを締めアップします。実は高田、ジャイさんのもっと横浜竹谷選手なんです。そうなんです、そうなんです。そこから移住してきたんだよ。移住してきました。ジャイさん見てますか。高田頑張ってますよ。若さん、若さん、よし、アップ頑張りましょう。頑張りましょう。カメラで見てください。カメラ回そう回そう。はい、行きましょう。ルーティン、いつも音楽流して気持ち上げてアップします。よし、取られてます。
リーグ初優勝おめでとうございます。はい、ということでただいま試合が終わりました。やったー、見事リーグ戦初優勝ですね。初優勝ですね。いや素晴らしい。いや相手も終始ハードワークだったけど、うん、強かったけど、やっぱり点をしっかり取れたことが今回の勝因かなと思います。今日この Vlog を回そうと思ったのは、ちょっと伝えたいことがあって、視聴者さん、僕たちこうやって今県リーグで、まあ、普通に社会人としてしてチーム所属しててやってるんですけど、プロを目指しててプロになれなかったけど、こうやって日本ってめちゃくちゃサッカーやるのにいい環境なんで、どのカテゴリーでもこういう真剣勝負ができる。だからサッカー少年少女が高校生大学生も含めて、もしサッカー大好きでプロになれなかったとしても、このカテゴリーは違えどサッカーで熱くやれる環境っていうのは日本にはたくさんあるので、せっかくサッカーに出会ったのであれば最後までやめないで、社会人でもできるので、こうやって楽しくね仲間と真剣にできるのは何もプロサッカー選手だけじゃないので、今サッカーやってて大人になってもしプロになれなかったとしても、こういう違う形でサッカーできるっていうのも知ってもらえたらなと思います。はい、ということで今日この動画が面白かった、良かったと思ってきたら、ぜひ高評価とチャンネル登録